Hi everyone! How is going? It's me, Takeharu. Please call me Tyler. So today's practice number 268 is how to use difference between the... I'm mistake, sorry. This practice is how to use phrase of do you and does she ということですね。間違えました。L と R の発音の前回の動画のをそのまま言っちゃいましたね。do you と does she、まあ does she は does he でも何でもいいんですけども、まあ、習慣のことというか普段のことを聞くときの、疑問形、質問の仕方、フレーズの、勉強とそれから反復ということですね。はい。で、これも非常にシンプルで、まず基本形は自分のこと、I とあなたのこと、一人称と二人称の時は do ですね。で、三人称、彼、彼女、それから、まあ、it とかもそうですね。では、そういう時はもう does が、つくような形になります。はい。で、もう単純にこれ頭に do、does をつけるだけなんですけども、その後にですね、まあ、ご多分に漏れず動詞をつけていきます。はい。で、注意っていうか、これは、まあまあ、文法というか、文系というよりかは、違いなんですが、よく昔から、僕なんかもそうですけども、疑問文は、語尾を上げる。上げて、質問する、発音するっていう、認識がありまして、ずっとそういうふうに思ってたんですけども、必ずしもそうではないと。まあ、もちろん、単純に、例えば、eat 食べるとかっていう時には eat って言って語尾を上げて言いますよね。で、その行動であったりとか習慣とかそういうものを言う時には聞く時には上げてもいいんですけども、決まりというか、まあ大体そんな感じっていう部分なんですけども、例えば疑問詞、例えば what、when、where とかそういう5W1H の疑問詞がつかない場合に、Yes, No で答えられる質問の場合ですね。Can you? とか Are you? とかもそうですね。で、同じように Do you? Does she? っていうふうな感じで、そうです。いいえっていうふうな、はい、いいえで答えられる質問の場合には語尾が上がります。ですから、Do you? の場合も Do you like? Do you drink? っていう感じですね。語尾が上がります。Does she? もDoes she speak English? 彼女は英語を話しますか ?English? っていう感じで後ろが上がります。これは、はい、話します。はい、いいえで答えられる質問だからですね。で、逆にこの、はい、いいえで答えられずに、具体的なことを言わなくちゃいけない問いかけの質問の場合は、What time finish work?What time do you finish work?What time do you finish work? っていう感じで、まあ、上げずに、What time do you finish work?What time do you finish work? 軽い感じですね。What time do you finish work? っていう感じで、もう普通にスッとこう切る。What time do you finish work? 何時に仕事終わんのって。I finish work at 9 o'clock とか。だから答える時も、これをつければいいだけなんで。非常にシンプルですよね。例えば、What time do you finish work? What time do you finish work? で聞かれたら、何時に仕事終わるの？仕事終わるなんで、I finish work あと何時なんで、まあ分かってるね。At six, at seven でもいいし、まあo'clock をつけてもどっちでもいいと思います。なんで。まあ、この形態で質問されたら、もう質問文と、
答えの文がセットになってるんで非常に分かりやすいですね。難しくないっていうか、聞かれたら答えやすいっていう感じですね。はい、なので例えば、まあこの上の2つというのはイエスノーで答えられる質問なんで、例えばもう何でもいいですね。Do you like?、Do you like? なんで、あの、ものが決まってます。Do you like? Do you like? って言ったら、あなた好きっていう感じなんで、Do you like? だけで終わると、初めてこれを聞いただけでは、あなたは好きなのっていうだけなんで、なんのこっちゃっていう話になるんで、お互いに2人で話してるときに、例えば、なんでしょうね、その、共通の映画の話題をしてるときに、Do you like? っていうふうに聞いたら、おう、I like. まあ、I like っていうか、まあ、yes. Yes. Yes, I like.、yes, I do. まあ、do で聞いてるんでね。Yes, I do. まあ、もちろん、yes だけでもいいと思いますけど、それで決まるわけですね。答えが決まる。で、そういう形になりますんで、まあ、主語、I、何々というところですね。はい、まあ、もう同じですね。これもう does が does she なんで、例えば、Do you like? Do you like sushi? Do you like Japanese food? Do you like Chinese food? 何でもいいですよね。まあ、これ、like で好きなんで、まあ、例えば、Go fishing? 釣りに行くの好きですか ?Play the golf? Do you like play the golf? ゴルフするの好きですかでもいいし。あの、好きなものを聞くときですね。何々と。Do you drink? あの、飲む。お酒飲むの好きですか ?Do you drink? お酒飲むの好きですか違いますね。Do you drink? だったら、お酒飲みますかってことですね。Like が入ってたんで。Do you like? Do you die? Do you like? 何々。っていう形だとまたちょっと違いますね。お酒を飲みますかっていう質問ですね。Do you like? まあこれ同じですね。Do you live? 住んでます。まあこれはまあ住むっていう動詞なんで、例えばまあこうですね。Where do you live? どこに住んでるの?で、まあ、スモーク。タバコ吸うの Do you smoke? タバコ吸いますか Do you smoke? No. Do you work? だったら、仕事してますあの、普段ですね。要するに、その定職についてますか仕事を普段してますかっていうに、Do you work? っていう形でつきます。今、仕事をしてますかっていうことになると、ここが working。Do you working? Do you? で、仕事をしている状態なんで、do you ではなくて、are you working? っていう形になりますんで、注意が必要ですね。今やってるのか、それとも、今回は普段のこと、習慣のことなんで、do you work? 仕事をしてますか普段。というところですね。まあ、あとは、何でもそうですね。これ、組み替えが効くんで、例えば、does she ですけど、does he でもいいですね。Does he have a girlfriend? 彼って、彼女いるのかな?まあ、そういう会話。例えば、男友達、女友達とかで喋ってるときに、Does he have a girlfriend? っていう感じですね。いるのかな?まあ、これは、もうそのまま、Does he have a girlfriend? って聞いてるんで、Yes, he has. ですね。あの、三人称なんで、has. Yes, he has. 答えるときはですね。はい。になりますね。まあ、これも本当に組み合わせなんで、まあ、いつ、when? まあ、do after work. 仕事の後何やってるのかな例えば、彼女は仕事の後何やってるのかなっていう感じだったら What does she do after work? What does she,
What does she do after work? ですね。ここ do になってるのはもう動詞の do、するっていう動詞の原型ですね。after work っていうのはこれ、間違いやすく、これ名詞、work って入ってるんで、仕事っていう動詞と間違いやすいですけども、after work っていう、after がつくことによって、仕事の後っていう、まあ、状態を示すっていうか、まあ、名詞みたいな、形になってるんで、仕事の後に、仕事の後にしている、する、仕事の後にする、普段する、仕事の後に普段何やってるのかな。What does she do after work? だったら、彼女って仕事の後普段何やってるのかなっていうふうな形ですね。What does she do after work? What does she do after work? っていう感じの使い方ですね。いろんな組み合わせができますんで。で、これもセットで、ペアで覚えといたらいいですよね。もう、動詞の原型がうんぬんとか、動詞の原型はもう当たり前なんですけど、動詞で来てるように見えても、これ、after work なんで仕事の後っていう、動詞ではなくなってるんで、そういうふうな、ペアで仕事の後にするっていうふうな感じの、do after work で覚えておけばいいと思います。ここはもう一塊ですね。こっちのフレーズを合わせるのと同じ。finish work は仕事が終わる。have a girlfriend 彼女がいる。彼女がいる。っていうことですね。こういう、二つ三つの、品詞が、ワードがつながるときには、そういう意味だっていうことを塊で覚えておけばいいと思います。はい。では、今日は do you と does she ですね。普段のこと、習慣のことを聞く、フレーズっていうのを勉強、練習しました。反復。これはもうフレーズをもう覚えて、do you とか does she っていうのは中学校の時に習ったことですよね。do I でもいいですよね。do I でも、文法的に間違いがないです。自分のことを相手に聞くときですね。does she は、三人称を聞くときですね。で、5W1H がつくときには具体的にもっと掘り下げて聞くときの質問文なんで、それをするときには語尾が上がりませんと。あともうちょっとここに具体的なワードが来ます。何をとか、具体的に聞いてるんでこっちに具体的なものが入ります。Do you とか does she の場合はもうシンプルなんで、動詞だけですね。Do you work? とか、Do you like? Do you drink? とか、という感じですね。はい。それを覚えて、反復練習してもらえればなと思います。僕も勉強し続けていきます。今日はどうもありがとうございました。ツッコミコメントとか、いいね、グッドボタン、お待ちしてます。気に入ってもらえたら、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。Thank you for watching. See you next time. Bye!